アキドリヒニーチェ一年志願兵とは、プロイセンから低制度一期において行われた志願兵制度である。通常の徴兵制度と異なり、志願兵本人が入営にかかる食費、装具、被服などを自弁することに大きな特徴があり、その見返りとして通常の兵役を短縮することができた。また、入営期間満了者には予備役兆候への昇進の道が開かれた。 一年志願兵制度は1817年にプロイセンで始まり、ドイツ帝国にそのまま引き継がれた。また、夫婦戦争後に同様の制度がバイエルン王国、フランス、ロシア、オーストリア、ハンガリーにてプロイセンに習って導入された。後に、ドイツ軍政を基範とする明治期の日本にも同様の制度が持ち込まれることになる。これらのうちオーストリアにおいては、 2015年現在も1年、志願性制度が残されている。プロイセンにおける1年志願兵制度は25歳までの男性男子が対象とされた。もっとも、対象者は、アビトゥア資格を得た、高等教育を受けたものである場合が多く、当時プロイセンで行われた、満期3年の徴兵期間を回避する手段として多く、利用された。また、志願者は、 入営地や部門を選択する自由が与えられたが、入営中において、自身にかかる費用を全額自弁する必要がある。また、単に兵気期間を短縮するという意味の他に、当時の富裕層に、将校の資格を得る機会を与える、魅力的な制度として捉えられていた。また、当時のドイツでは将校になる資格を有している、こと自体が一種の社会ステータスを表しており、 一年志願兵出身ということのみをとっても、学識や家柄を保障する一種の資格として広く認知されていた。兵役期間が満了が近づいた一年志願兵のうち、昇進を志願する者は、本人の適性を検査された上で五町に昇進する。その後、一年の兵役期間が終了するまで特別なカリキュラムを組まれ教育を受ける。その後、昇進の資格を持った者として、 郷土予備軍に編入されて除隊し次の昇進の機会を待つことになる。また、特に昇進を望まない者は、可視官適任者として除隊し、6年間の神戸役義務を負う。ありがとうございます。